やれやれ、こいつは難しい問題だな。こっちだな。2倍は大きい。やはり質より量だ。小遣いが3000円だから21個も買える。机いっぱい埋まるな。たかがコーヒーゼリー1個に。僕だ。何をやってるんだ僕は。だが美味しくないはずもない。僕の1ヶ月の小遣いを全てつぎ込んだのだ。ならばこいつだけテレポートで家に送るか。だがその場合少し面倒だ。まずい、潰れる。サイコキネス。悪い悪い。いえ、やっぱりどうもしないので消えてください。あ、ねえぞ。んな遠くには行ってねえよな。ダメだよ、あのボールじゃなきゃ。じゃあ絶対見つけねえとな。よっしゃ、見つかるまで全員で探すぞ。アポート。あれはネギス選手のサインボールなんだよ。ネギシってな。お、見つけてくれたの？お、相棒。小学生くらいの男の子とそのお姉さんが訪ねてきてね。いいことをするのはいいことだな。僕らも誰だ、演奏中心さん。最近は何歌うんだ。順番が来る前にパフェ食って帰ればいいんだ。ここは適当に入れておくか。ちゃんといるわね。最近ようこそ私のコンサートに。君のじゃないな。超うまいの風好きになるでしょう。不思議さん。グランドチョコレートバレット来たかーい。オレッセ。何、先に頼んでる奴がいたのか。貴様が歌う番になったらサビの一番いいところでハウリングさせてやるから。次誰だ。ああ、俺ちだぜ。デュエットしようぜ。このゴリラは何を言っている。粘土と佐伯がデュエットするってよ。よっしゃ、じゃあ歌うか。あいぼ、あいぼ。こういうことがあるから恐ろしいな。し、知ってる。さ、生きあ、か、生きてた。そこから先はまさに地獄だった。突然この世のありとあらゆる不快な音。なんだてめえら、俺ちの優しい歌声に眠っちまったんか。では早速。あ、次佐伯くんの番だよ。覚えてる限り入れ直したんだ。しまった。お、次佐伯だぜ。恥ずかしいんだ。お、デュエットか。さてと、食すか。よし、歌うか。くーちゃん、クソは、もしかして粘土君たちと遊びに出かけた。勝手に勘違いするんじゃない。前回前々回と散々なクリスマスだった。あいつクリスマスに行くとこねえのか。私たちもね。いってら、弁償してもらうからな。ちょっと待ってくださいよ。ケーキって6300円っすよね。やっぱおめえか。おお、高橋だ。おめえ何してんだ。おそうだ、お前ケーキ買わねえ。今1302円しかねえけど。そうだ、カイドウのチビでも誘って相棒んちでも行くか。おお、チビいたいた。ん、粘土探したぜ。何か用か。相棒んち行かねえか。佐伯の家か。おら、ケーキだ、ケーキやんぞ。おー、テラさん。あの、ごめん、うちの兄です。あ、お兄ちゃんいたんだ。やばい、言うな、無駄にとおり。無駄にさん、やれやれ、間一髪だったな。帰ってきたか。おう相棒、メリークリス。つーか、このケーキぐちゃぐちゃじゃねえか。おう、ほんとだ、でも食べられるよ。ウェーイ。何やってんだよ、遅いぞ最近。しかし大丈夫かな。何がだ。いや、今日満開日らしいから場所取れっかなって。お、見えてきたぞ桜。おっしゃ、走ろうぜ。どう、満開だ。人もないんじゃねえか。朝6時で人がこんなに暇かよ。お前が言うな。おいおい、こんなんで驚いてちゃ笑われるぜ。ここは俺よりすごい場所取り人が山ほどいるんだ。おい、お前ら、こっちこっち、ここ空いてんじゃねえ。マジで。取れ、今すぐ確保だ。そこは俺の取ってる場所だ、早よっとかんかい。でも何も置いてないし。ここで運行する。毒、今すぐ毒。やつはマーキングの松村。乾杯。マジだ、テンション下がってんぞ貴様ら。空気変えるか。じゃあいろいろ買ってきたから何か食うか。デザートもあるぞ。桜餅。桜。おい、ねんど、あの公園のど真ん中でうんこしてこい。無茶ぶりにも程がある。まあ、奇遇だね。何してるの。満開だ。やっぱ空いてないっすよ。そうね、今日は名の知れた場所取り人もたくさん来てますからね。あそこはマーキング松村が。どうぞどうぞ。松村、じゃあ乾杯しよっか。桜見えねえ。宿題やってきた。次なんだっけ。10分の休み時間。みんな席に着いて。おう相棒、一緒に帰ろうぜ。チビが明日のことで話があるっつって。バカお前、今日ちょっとこいつと用があるんだ。じゃあな佐伯。おう、危うく計画が台無しになるところだったぜ。それで粘土君はどこに。粘土は俺が帰らせた。いよいよ明日に迫った佐伯サプライズ大作戦のな。佐伯帰った。帰ったよ、あいつ掃除当番なのに。やべえぞ、どうすんだ。まず佐伯の家のチャイムを鳴らし、佐伯が出てきたら一斉にクラッカーを鳴らす。誕生日おめでとう。何これ、どういうこと。あれは僕の父だ。まさか君たちが僕の誕生日。当然だろ佐伯。やってるやってる。おい相棒、これは一体どうなって。お、鏡か。ちゃんと来たか。バカでよかった。みんな本当にありがとう。まさかクソの友達に誕生日を祝ってもらえるなんて。ところで佐伯、
今親とかいないの？父はもう他界してるしね。あの父ちゃん死んだのか？おい、あんた死んだぞ。親父さん亡くなったのにこんなにはしゃいで本当悪かった。死んでないよ。僕もそういう冗談は良くないと思うな。悪気はないんだ、はい、許してやってくれ。おう、そうそう、すごい。なんだこれ、うんこか？黙ってな。私作り直す。感激するのはまだ早いよ。ドビデオ。おい、知らない。よし、グラスを手に狂乱の宴を始めようぜ。スティンガー。さっきなんて女子高生にあわしてもらっちゃったよ。男子高生に正座させられてたけどな。だけどそれは違うぞ。みんなクソのために来てくれたんだ。たとえ傷つける結果になっても。んでもな、なんかちげえんだよな。確かに楽しいけど調子狂うよ。遅いぞ相棒。パーティーの続きだ。イエーイ。まだつかないのか。やれやれ、またこいつらと一緒か。え、ちょっとずうずうしいかな。大歓迎です。別にいいけど。マジかよ。意外っすね、テラシさんがラーメンなんて。誰なんだ君は。全く気持ち悪いが、これが普通の反応なのだ。テルハシさんにとっても。あんな目立たない奴に私の美貌が通じないなんてあるわけがないわ。相棒がどうかした？ユダ、渡したら今のはなし。あのラーメン屋です。顔やめろ。お腹すいた。俺の友達の親戚がうめえっつってたから大丈夫よ。ちょっと休養ができちゃって帰るね。ええ、なんだよ、K、お高く泊まりやがって。やっぱ俺ら庶民とは違えよ。あの、私は…おい、ふざけんな貴様！テラシさんがこんな店あるわけないだろ。お、店長ラーメン4つ。はい、4つね。オフ。オフ。食べなきゃダメよ。やめた方がいいと思うよ。おい親父、こんなもん豚でも食わねえぞ。この子はもはや完璧なのかもしれない。吐きそう。台風のため10時発沖縄行きは現在運行を見合わせております。こんな一瞬で木から愛に変わる様を僕は初めて見た。奴の目の下にはくっきりとクマがあった。きっと楽しみで昨日は寝られなかったのだろう。あの粘土もさっきまでは。パツキンの姉ちゃんで鉄砲パンパン、運行は見合わせだってよ。運行、運行見合わせ。諦めるなみんな。まだ欠航と決まったわけじゃない。さすがに見てられないな。おー、最近どこ行ってたんだ。ん、なんか濡れてないかお前。気にするな。飛んだ。うー、飛んでんぞ相棒。窓どうやって開けんだこれ。酔い止めの薬もらったら。いや、さっきもらったけど効かなくて。大丈夫かチビ。おい、これなんで俺の顔見てゲロ吐いてんだこれ。あった。まさか着替えのポケットに入ってるなんて。チビ、乗り物弱いんだな。沖縄、日本の最西端に位置する県。僕たちの修学旅行が始まった。すげえぞ、緑色だぜ。さっきからずっと海だ。あ、チビ、さっきから何読んでんだよ。サーター見ろ、海だぞ。おい、おお、これ一平アツさんだな。お、一平。おお、方言か。さあさあ言うやつか。メンソールとかだろ。それはスースーするやつだ。おお、これが沖縄そばっつうんか。なんか全然そばじゃねえな。食いなよ、マーさんだぜ。だんだんうざくなってきた。うちの口がわからなくてもなんくるないさ。沖縄弁でなんとかなるさ。ハブ対マングース。おお、なんだこれ、面白そうじゃねえか。よし、行くぜ。いや、ハブ対マングースショーにようこそ。わー、ヘビだ。おしこの。そう、足元、ヘビはすね行くなんつってね。ハブ対マングースの戦いだよ。この場で戦うんじゃ。これ一平マーさんだよ。土産どうだ。なんか出た。まだ想像。カイドウは全部かわされた。おお、海が見えんじゃねえか。まあまあの部屋だな。虫は大丈夫そうだ。お前らもかわされたのか。まあまあそういうなって高橋。そうそう、楽しい修学旅行だぜ。よっそき濡れた。ベストスポットはあのライトの下だ。肩車して順番に見るぞ。うおー、行くぜ。湯煙リアルスコープ。のぞきダメ、絶対。最近メガネ取らないの。そう。ありえねえ。あいつら風呂から元気ねえな。アホだ、ほっとけ。よく眠れたな。修学旅行でだいぶ疲れが溜まってたからな。引き続き頑張るとするか。よーし、朝食食べ終えたらバスに乗れ。パイナップル農園。お、パイナップルって和みてえなやつじゃねえのか。水族館を回り。あー、でけえ。捕獲レベル20くらいあんじゃねえか。おー、これぞ海外っつう感じだな相棒。上司たち遅いな。ごめん、ロッカー開いてなくて。いや、全然待ってないっす。そうです、問題ないっす。お待たせ。ごめん、やけど目が。あとはメラさんだけだな。おお。あれ、佐伯君は。お、相棒なら先行くってよ。見もしないのかよ。修学旅行も終わっちまうな。なんかあっという間だったな。お、寝不足かチビ、背伸びねえぞ。怖えよ。
んなこと言うならてめえだってうるさかったぞ。まさか坊さん。決めよ。まあそれも昨日で終わりだ。せいせいするぜ。おう、さっさと土産買って帰ろうぜ。そこのかっこいい兄ちゃん。お T シャツどうかな。はい、毎度。ってちょっとお金お金。お、くれんじゃねえのか。え、じゃあ1枚買ってくれたら1枚タダでいいよ。お、じゃあこれ買うからこれタダにしてくれ。おい、先先生呼んできてくれよ。お前らどっちかが行けよ。しっかりしろ高橋。やれやれ。いらっしゃいませ。お、相棒じゃねえか。あー、こっちこっち。おいしそう。限定5食だもんね。わちゃん、皿とスプーンちょうだい。修学旅行最後の思い出だ。いただきます。おう、相棒、明日の週末みんなで遠出しないか。なんだよ、何笑ってんだよ。最後。いや、悪い悪い。明日はうちが所有する豪華客船で太平洋をクルーズするか。所有しすぎだろ。とまあそんなところか。すげえな、船か。俺っちも行きてえな。うわ、てめえ何言ってんだ。テルハシココミを一緒に連れてこい。それなら何人でも連れてってやるよ。あの時気づくべきだったのだ。すっげえ、なんじゃこりゃ。カイロ君どうしたの。具合でも悪いの。いや、それで気分が。私がねえ、どっち。それだけ教えてカイロ。頭がグワングワンする。え、救助が来るまで頑張ろうぜ。以上。いや、ざっくりすぎだろ。しかしそれにも限りがあるだろう。それまで救助が来なかったら。いや、救助は今頃通常の何倍もの捜索隊が探しているに違いない。感謝することだな。図に乗るな。語らねばなるまい。あの時のこと、あれはカイドウが船酔いで倒れてしばらくしてだった。不襲じゃない。おい、ほとんど残ってないぞ。まだ食うかこいつ。皆さん遅い。急な吐き気に頭痛、気分の悪さ、これは船酔いのわけがない。いや、船酔いだろ。僕が気づいた時には船はもう。でも佐伯が船酔いでダウンしまってよ。佐伯の看病を名乗り出たんだけど、危ないからってヘアピン抜いてやったりして。から先は地獄だぜ。船員たちもボートで逃げちまうし、俺もどっかに頭ぶつけて気を失っちまって。謎の病のせいかと思ったら、寝とる間に制御装置を抜かれていたとはな。うまくいったと思った。だが失敗だった。おう、島の探検しようぜ。のんきなやつだ。さて、全員を助けるにはどうするべきか。んなことより飯食ったら海行こうぜ。こいつは何も考えてないバカ。じゃあご飯にしよう。あれ、まだメラさんが来てないぞ。あれ、本当だ。ついに最初の犠牲者が。元気でもないこと言わないで。メラさん、どうしたのその格好。え、何。食料庫の料理食べてごめん。罪滅ぼしとして食べられる野草やキノコ取ってきたクエ。あー、食料庫だ。あー、どうなってんだ。1日分ぐらいまだあっただろう。動物の仕業か。あることにはあるだろう。メラさんが取ってきた野草やキノコ。おい、何か取り食ってんだ。おい、本当だ、非常食がこんなに。メカ、これどうなってんだ。こんな偶然あるか。きっとテルハイさんが神に愛されてるおかげだぜ。何見てんだ粘土。この木のでけえやつがありゃそれに乗って帰れるんじゃねえか。つまり海の上でイカレほど瞬間移動してしまえば気づかれることなくワープできるのだ。つうか奇跡すぎんだろ。へえ、何でもいいじゃねえか。これでイカダが作れるしよ。大丈夫。おっしゃ、切れたか。あ、マジ早え。バケモンだなてめえ。へえ、おめえもなかなかやるじゃねえか。怖くないよ。ほらほら、遠慮しないでさ。ああ、マジで捨てねえ。同じ人間同士ちゃんと分かり合えるのよ。人間同士には見えないがな。メラの仮眠により作業スピードは飛躍的にアップ。おー、負けた。イカラ作りという一つの目標によって全員が明るさと希望を取り戻していった。まあ暗くなってきたし今日はここまでにすっか。そうだな、もう肩も上がんねえ。さてと、あとは念のためあれの準備を進めておかないと。さあ働け貧乏人ども。楽してるだけだろうが。手伝ってほしいのか。ならば土下座して頼め。サイコ様助けてくださいってな。もう決まっているのか、誰がこのイカダに乗るのか。てめえさん、どういうことだ。誰か置き去りにしろっつうのか。ここまでビタで頑張ってきたじゃねえかよ。むしろ全員でこの島を出た後ここに救助が来たらどうするんだ。そうだ、助けを呼んでくればいいんだもんな。てめえよく気づいたな。むしろ気づいてなかったのか。やれやれ。結構いけんな。誰か行きたいやついるか。はい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 、俺っち行くぞ。イカダ乗りてー。あー、じゃあ粘土は決定だな。よっしゃー。しゃしゃ。ならばどうする。イカダに5人もいらないし女子だけでは危険だぞ。でもそれじゃあイカダ班がさらに多くなるし。カイド君が残ればいいんじゃない。あー、もうラチが開かねえから俺が決めるぞ。まず粘土とメラがイカダ。あとはあーしてこうして、ほらこれで決まりだ。俺なら文句ねえな。完全終わった。最初はイカダなんてバカなことなんて思ってたけど、こんなこと言っちゃあれだけど、俺この島来てよかったよ。むしろ今確信してるんだ、全員助かるって。俺っちも全員助かるってよ。にょ、むしろ今は確信してて。何すかしてんだよおめえ。当たり前だろうが、俺っちがこんなところで死ぬわけねえだろ。てめえは死ぬ。こっちも今夜中に完成させないとな。
よし、食料もコンパスも持ったな。おお、じゃあ行ってくるぜ。おいいぜ、全然乗れるぜ。めちゃくちゃ安定してんよ。遭難者を発見しました。怪我人はないが錯乱状態の模様。助かった。僕は徹夜で作ったレプリカ塔だ。おう相棒、帰ろうぜ。船はもういい、僕は一人で帰る。お、どこ行くんだ相棒。